どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はアプローチがピタッと寄る人がやっているここだけの秘密。これを皆さんに伝授していきたいと思います。なんであの人はアプローチが寄るんだろうか、自分はなぜ寄らないんだろうか。これ、しっかりとメソッドというか、コツというか、ポイントが明確にありますので、それを覚えていただければ絶対に寄せることができますので、ぜひ最後まで見ていただいて、皆さんこれを習得しましょうね。 私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます、えー。本当に皆さん感謝してます。ありがとうございます。そして動画見てくれてる皆さん、アプローチ。ある程度キャリーで狙うショットですね。えー、これを少し今日はやってみたいと思います。では早速いきます。うん、アプローチ。トーンと打ってトントンとピンの根元にデッドにですね、狙っていくような、こういうショットが打ててる人、これ何をやってるかということなんですが、えー、そのずれてしまう。ボールが右行ったり左行ったり、 まあ、ショートしたり、オーバーしたり、こういうことをですね、全部一個ずつ潰してるんですね。じゃあ、このウェッジクラブにおいて、何がショットとして起きるのか、これをですね、しっかりと覚えてほしいんですね。じゃあ,あ、何が起きるのか、そして何が起きないのかということなんですが、起きることと起きないことは、まあ,あ、その反対のことなので、セットで覚えていただければいいんですが、まずは、クラブフェースが開いて当たるんですね。開いて当たると何が起きるかというと、 ま、開いて打つつもりはないんですよ。ないんですが、例えば肘が引けて、開いて当たってしまう。えー、そうするとですね、ボールがポーンと上に上がってショートします。で、左右にどれぐらい曲がるかというと、まあ、少し右に行くか行かないかぐらいですね。えー、ですからあ、とにかく起きるのはショートする。その縦の距離がもうグワッと手前に落ちるということです。じゃあ、クラブフェースが閉じて当たるんですね。えー、閉じて当たると何が起きるかというと、うん 閉じて打つつもりはないんですよ。まっすぐ打とうと思って。うん、だけどあ、閉じて当たっちゃったよとなるとですね、えー、今度はですね、この左側にもとんでもなくグワーッと曲がっていってしまうわけですね。で、そして距離も少し飛ぶ感じになります。えー、ですが、あ振ったなりのですね、その距離がある程度出るような感じになっていきますよということです。うん、開いて当たる場合はですね、もう本当にくぐっちゃうともうポーンと当たる、どんとこの辺に落ちちゃうとか、まあ、そういうこともあり得ますが、 え左に行く場合は、あそのバイトぶとか、まあそういうことはないということですね。えー、そうすると、その極端に、自分のイメージしてるそのショットから極端にこうずれてしまうのは何かというと、えー、大胆にショートしてしまうということと、大胆に左に行ってしまうということなんですね。この二つを起こさないようにすれば大丈夫なんです。じゃあ、ショートするのは開いてロフトが増えるからですね。 えなので、ボールを少し右の方に寄せて、ロフトを立ててあげれば大丈夫なんですね。えじゃあ、左側にボールがあーとんでもなく曲がってしまう。これはフェースが左に向いてしまう。閉じてる状態になりますので、えそれが起きないように、ちょっとだけ、ほんのちょっとです。えフェースを開いてあげる。そうすると、左側に引っかかりがなくなります。<laughs> えですから、ボールをおー右に寄せ、そしてクラブフェースをほんのちょっと開く。うん あここで開きすぎるとさっきみたいにショートして堂々巡りになってしまいますので、えー、そうならないように右に寄せて、ロフトが少し立つようなイメージで、かつペースをちょっと開いてるっていう感じ。右足の前ぐらいにボールが来るといいです。えー、そこでボールを打ってあげる。そうすると、スーッとまっすぐ狙ったところにドーンと落ちる感じになります。<laughs> えー、右にペースが開いて、えー、そしてくぐってしまうリスクを右に寄せてなくしてます。 左側に引っかかる。ボールが左側にもう極端に巻いてしまうショット。フェースが閉じてしまう。これを防ぐためにちょっとだけフェースを開いてます。<laughs> それを打つ前にただただやるだけです。それで、あとは基本通りのスイングで打ってあげれば、毎回狙ったところにスーッとまっすぐですね。飛んでいってトントンと落ちるようなショットになります。うん、こんな風に極端に起きてしまう大きいミスをもう一個一個防ぐ。 一個一個といっても二つしかないので、二つ、そのままもうどんどんと防いであげれば、あとはもう、まっすぐ飛ぶ以外のことは起きないので、うん、それで、打ってあげれば、まっすぐしかボールは飛びませんよ、ということです。あとは振りの幅ですね。もう少し距離があるなら、もうちょっと大きく打ってあげれば、どーんといきますし、まあ、もう少し短い距離であれば、もうちょっと、 え、振りの幅を抑えて打ってあげればですね、え、それでもうその全ての距離がトントンと打,つ打てる、そういうショットに繋がっていきますので、え、これで、え、全てのミスは起きなくできますよ、ということです。え、うん、こんな風に、え、大きくずれてしまいやすい、え、このミスをですね、え、こう、防いであげれば、え、あとは自信持って打つだけですので、え、それ以外の、ま、変なミスというか、え、そういうのはありますよね。まあ、ダフリとかトップとかシャンクとかありますよね。え、こういうことはですね、え、基本的にはその不安からくるミスだったりします。 ですからその不安をなくしてあげれば、そういうミスはほぼほぼ起きなくなりますので、これで皆さんのショットは確実に狙ったところに毎回行くというようなショットになりますので、ぜひ、まずは練習して自分で納得するのが大事です。その納得してないままやるとなると、やはりですね、うまくいきませんので、自分の中でその原理をしっかりと理解して、納得して、そして練習に挑んで、こうして使ってみてください。必ず寄るようなアプローチになりますので、ね、えー、上手な人はこういうことをやってるんですよ。 最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。